はーい、どうも、ナナトだよ。今日はね、最新版スプラトゥーンゲーム実況者、ナナトゲームズが考える、最強武器ランキングトップ10を発表していきたいと思います。かなり前にね、同じような最強武器ランキングトップ10っていう動画を上げてるんだけど、その動画を上げてからいろんな新武器が出たりと、アップデートで武器が強化弱体化されたりで、かなりねナナトが思う最強武器ランキングが変わってきたので、改めて、最強武器ランキングトップ10を発表していきたいと思います。はい、じゃあまず最初にこの武器ランキングの審査基準をね、お伝えしようと思います。簡単に3つ、1つ目は全ステージ全ルールで、で2つ目が、メインサブスペシャル、の、武器の強さ、まあ、武器の強さはね、で3つ目が、使いやすさ、まあ、誰が使っても強いっていう点も少し考えて、武器ランキングをつけてみました。まあ、審査基準はこの3つかな。こんな感じで武器ランキングをつけました。ってことで早速武器ランキング、最強武器ランキングトップ10を発表していきたいと思います。じゃあそれでは10位から。それでは第10位に輝いた武器はN-ZAP815、通称黒ザップで、サブが9番ボム、スペシャルがインクアーマーで、この武器まさかの前回の最強武器ランキングで第1位に輝いた武器、まさかの第10位で、ここまでね下がった原因としてはやっぱり他の武器の強化があるかな。まあ、マニューバー系の武器が強化されたことによって少しあれ対面マニューバーの対面がかなりきつくなったのと、今ジェットパックがかなり環境に多いから、まあ、インクアーマーだけじゃかなりきつくなってる、前よりはかなりきつい。でもそれでもやっぱり9番もインクアーマーっていうのはかなり強力で、メインも申し分なしの強さだから、まだまだ全然強い武器ってことで、ランキング第10位となりました。それでは第9位、第9位の武器はバケットスロッシャーでこう、サルがスプリンクラー、スペシャルがイカスフィア、でこの武器はまあちょっと弱体化受けた武器なんだよね。まあ、弱体化受けたけどまだまだ全然強い。まあ、どこが強いかというと、まずスプリンクラーがあることでイカスフィアがガンガン溜まる。で それでかつメインがね、メインが強いんだよ。メインが、一発威力70の、このしぶきをバシャバシャを、で2回当てれば倒せる。まあ、ちょっと当てるのに癖があるんだけど、その癖さえ覚えれば結構簡単に当てれて、で壁裏の相手にも当てれるっていう点で、そして射程もかなり長い、当たり判定もまあまあでかいということで、かなり強い武器です。ということでこんな感じでバケットスロッシャーが第9位。じゃあ第8位、第8位はパラシルターで、パラシルターはサムがスプリンクラー、スペシャルが雨降らし。この武器もまあ スプリンクラーがあるので、ね、スペシャルの雨降らしがガンガン打てる。でかつまずパラシルター、メインはかなり濡れる、だからスプリンクラーとメインで、まあ、雨降らしがガンガン溜まりやすい。そして今ここでパラシルターの一番の強み、傘が開けて、これがね本当に強い。シューター対面にマジ強で、今あれ最近流行ってるマニューバー系に対してもかなり強いから、もうとにかく前線武器に対してかなり強くない。1対1は本当に強いから、もう7とも対面してて一番嫌な武器だもん。まあ、ということでパラシルター第8位でした。続いて第7位、第7位はホットブラスター。まあ、ホットブラスターの強さはみんなわかるでしょ。ホットブラスターは本当に強い。サブがポイズンボム、スペシャルが、スーパー着地。まあ、本当にまずサブとスペシャルがかなり合ってる。まあ、最近スーパー着地がかなりきつくなってるけど、とにかく爆風が強いね。まあ、弱体化、最近のアップデートで弱体が入ったにもかかわらず、まだまだ全然強い。とにかくね、まあ、エイムが合わなくても爆風で敵にダメージを与えれるっていう点で、まあ、初心者の人にもかなり使いやすいかなって思います。でさらに、爆風が当てられない距離まで詰められてもね、ワンチャンスで、直撃を当てることができれば、今日一撃で倒せるって点で、そこでもかなり強い。だから、極めても強いし、初心者が使ってもかなり使いやすく強いっていう点で、第7位とさせていただきました。じゃあ続いて、第6位。第6位は、デュアルスイーパーカサム。サブが、スプラッシュオーム、スペシャルが雨降らし。まあ、この武器は新武器だね。無印のデュアルスイーパー、サブがポイントセンサー、スペシャルがマルチミサイルだったのに比べても、サブとスペシャルが非常に強力になった。うん、でまず雨降らしがもともと強力 でまずメインが濡れるから雨降らしが打てる。まあ、そのだけでまず強い。そして、スプラッシュボムがあるおかげでデュアルスイーパー、今まではちょっと近距離戦結構きつかったんだけど、スプラッシュボムがあるおかげでかなり近距離戦が強くなった。スプラッシュボムはさらに援護でも使えるから、中衛武器のデュアルスイーパーカスタムにはかなり合ってる。
で、さらにスライドもあるからかなり生存力も上がって、まあ、中衛武器の中では本当にトップクラスの性能があるんじゃないかなっていうのは思ってます。ってことで、第6位 VRC バカさん。続いて第5位。第5位はスプラシューターコラボ。もうこれはね、前回、第10位、前回の武器ランキング第10位だったので、第5位まで下がります。やっぱね、強化入ったね、あれから、スペシャル必要ポイントが下がったことによって、ポイント、もう本当にジェットパックがやっぱりね、回数が回るだけで一気に全部、もともと、メインはもう、あれ、確定数3発でかなり強い。ソニープラススプラッシュボムで、もうこれが強かった。でも前までは、スペシャル必要ポイントが高くて、なかなかジェットパックが打てない。でも、アップデートの強化によって、ジェットパックも打てる。しかも今、ジェットパックがかなりあって、強い。まあ、ボムピッチャーとかが、増えてきて、そのボムピッチャーとかに対してもジェットパック強いから、でも慣れてくるとね、ジェットパックはあれ相手からあれ攻撃されないで、かつ自分から攻撃できる位置で打てるから、もうそれを覚えることができれば本当に強いってことで、第5位スプラシューターコラボでした。続いて第4位。第4位はクワッドホッパーブラック。まさかね、クワッドホッパーブラックが出てくるとは皆さん思ってなかった人もたくさんいると思います。この武器、サブがポケコ、スペシャルがスーパー着地ということで、まあ何が強いかって言ったら、サブスペインからあれって異名じゃないと思うんだけど、この武器、4回スライドできるっていう点。なんともね、出た当初はあんまり強いと思ってなかったんだけど、最近敵とかで使われるとかなりうざい。もう4回スライドで無理やりシュン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 って回りながら打ってくる。さらにこの武器、スライドしながらも弾が出るという、もうなんて、もう自分でも使ってて、あー、やばい。だからスライドしながら敵にエイムを合わせて、敵はエイムを合わせられないみたいな感じで、本当にね、対面能力がやばいから、非常に、まあちょっと癖あるから、ちょっと最初はね、使いこなせないかもしれないけど、練習すれば本当に強力なので、ぜひおすすめの武器です。ってことで、第4位。じゃあ続いて、第3位。第3位の武器は、スプラチャージャースコープとスプラチャージャースコープコラボ。まさかここでチャージャーが出てくるとは。もう使いやすさの点で言ったらあまり強くない。だけど、スプラチャージャースコープ、まあ、スプラチャージャーもそうなんだけど、この武器よく考えてみると、この射程がありながら敵を一角で倒せるって点で、キルを当てることさえできればかなりというか最強なんだよ。当てることさえできれば最強武器。だから武器の性能で、武器の性能だけで第3位まで来た。で、なんで、スコープなのって言ったところで、そこで使いやすさが入ってくるわけよ。まあ、チャージキープも強いんだけど、やっぱり、なんともそうだけど、上手い人もそうだけど、スコープがついてた方がやっぱり当てやすいんです。やっぱりね、スコープって大事。そして、実はスコープの方が射程が少し伸びるって点で、今回はスプラチャージャースコープとスプラチャージャークロコが第3位。これはちょっとね、もうどっちが比べられなかったから、まあ、どっちも3位にした。こんな感じ。はい、ということで、スプラチャージャースコープまさか、スプラチャージャースコープ、スプラチャージャースコープコロコをまさかの第3位でした。続いて、第2位。第2位は、ホットブラスターカスタム。もうこれは、多分文句ないでしょ。まあ、第7位のホットブラスター。ホットブラスターは第7位だったんだけど、この武器は、第2位マッチ。サブステのサブやね。まあ、スペシャルがジェットパックっていうのがどうしてもやっぱり強い。今はやっぱジェットパックが強いから。で、かつメインはね、めちゃくちゃ強いからね、ホットブラスター。もう、第7位のホットブラスターで説明した通り、メインはめちゃくちゃ強い。かつ、スペシャルがジェットパックってことで、第2位。じゃあ、それでは、第1位。まあ、分かってる人はもう、まあ、これしかないだろうっていう人もいると思うけど、第1位。第1位は、じゃん、スプラマニューバーコラボ。もうこれは本当に強い。いやー、前までそんな強くなかったっていうか、とにかくマニューバーの武器がどんどん強化されてったんだよ。硬直なくなったり、スライドがすぐ打てるようになったりと。そしたらもうスプラマニューバーコラボ化けちゃったと。まずね、キルタイム、スライド後のキルタイムがクソ早い。そしてブレない。もうこれが強い。そしてかつサブがカーリングボムで機動力もあって、濡れる。そしてスペシャルがジェットパック。もう文句なしの強武器。で、まあ、スライドがやっぱね、そしてプレイヤースキルがあればあるほど強いから、本当に強い。で、ブレもないからね。そして初心者も結構使いやすい。だから最近、
使う武器悩んでるなって思ってる人はもう思い切ってスプラマニューバーコラボ、持って練習するのがいいと思います。本当に強い武器でいいならね。はい、ってことで今回はこんな感じで最強武器ランキングトップ10を発表させていただきました。もう前回の最強武器ランキングとはガラッとランキングが変わったから、まあ、びっくりした人も多いけど、もしね武器とかね迷ってる人がいたらこの武器ランキングを、参考にしてもらえると嬉しいです。またね、もし自分の意見、自分はこの武器ランキング入ってるよ、この武器はランキング入ってなくねっていうね、もし意見があったらぜひぜひコメントで教えてください。なんともねかなりそういう意見とかあった方が、まあ、これからのスプラトゥーンゲーム実況、やりやすくなるのでね、ぜひぜひコメントください。ということで今回は、最強武器ランキングトップ10発表させていただきました。それでは最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。